お疲れ様です。今日ですね、こちらのモンクロイジャイやっていきますということで、モンクがねちょっと今増えております。まあ、全ての原因はロケット押しですね。あいつが強すぎるせいなんですけども、まあそういったところをモンク採用、そして対空がね、2枚になりました。で LSP とかだったんですけど、まあやっぱラバーがね多いのよ。ラバ多い、施設多い、ロケット奉仕多いっていうので、文句対空2枚がね、ちょっと今ロイジャイで来てますんで、やっていこうかなと思いますが、ウォールブレイカー、まあロケット奉仕でしょうね。はい。なので、まあ序盤はね、ある程度ダメージ負っちゃうんですけど、まあ終盤に、もう文句で、もうロイで、なんか形組んだら、あらまあ、あなた何もできないじゃんみたいな形が完成します。はい。それがね、ものすごい強いです。さあ、というわけで一旦耐えの姿勢ですね。いやもうこのコウモリでさえもちょっと嫌なんですけど、まあ許容してね、あんま守りすぎるとね良くないですからね。さあもう耐えて、まあ序盤苦しいんですよ。こういうのも行きたくなっちゃうよね。行ってもよかったかもね。まあ、でも終盤ねマジ強いんでね。さあ序盤は耐えの姿勢です。はいはいはい。いやもう全然いい。で、やりごぶいた今。あれなんか、だいぶ特殊な。あー、キノコ来た。まあ、これ、あ、キングドウするのが嫌なんですよね。あ、なんか、すごい、強制。なんか、だいぶ、めり込んでたけどね。そっから、ウッドノックバック戻るんやっていう。さあ、反射して、キングドウされちゃいました。よくないと思いながら、ダメージ受けてないんでね。はい。俺は終盤です。これはダクプリで完封できる。そう、謎ダクプリなんですよね。まあでもこれが強いんでしょうね。行っちゃう？ちょ、マジで暇なんで行っちゃうわ。暇で行って、あとは感染。お？なんか、お？ダクプリ？いや、俺、意外と入ってるけど、タルマで使ったんで、これ、ウォールブレイカー来ると、ううって感じ。さあ。まあ、こっからです。こっから、めちゃくちゃ楽になります。なんなら相手の限界突破ロケット投手とかも、しばけます。はい。めっちゃ来そうじゃね？あー、いやもう、これ気持ちよく結論しちゃって、ダックプリ？なんかダックプリ、単純に強いな。いやだ、きつい。ボムもね反射できるんでね。さあ、まあ、延命されようがされまいがどっちでもいいんですけど、あーコウモリ嫌ね。コウモリ嫌とか言ってたらなんか相手なんかミスってんなあんた。さあ、相手のミスで勝っていくことなんか最近多いな。ラッキー。全然文句の良さ伝わらんかったやんっていう話。あ、ごめんなさい。いやー、もんちょ逆転されそうで怖いやん。さあ、というわけで、まあまあ、ボムが定位置になったとしても、結局文句で跳ね返して、みたいなのが強いです。はい。なんか文句ね、ちょっとね、重くなっちゃうんですけどね。まあ、終盤強いって考えたら、意外と悪くないっすね。でもなんかファイブ持ちとかもね、まあ、なんだかんだ多いんで、まあ、ザッピーとかも基本セパしてね、そう出してもファイブでいかれるんで、さあちょっと待ってくれんのはありがたい気がするんですけど、まあ、ラバーでねなんかバチコーンも嫌ですし、ちょっと動いちゃう。さあザッピオ先生セパして、まあラバーぽいけどね、このメガゴは。ファイブ打たないとほしいな。そう。おー、いや、めちゃめちゃラバなんですけどね。これザッピいるんで、インドラも、まあ、ベビー、インドもいなさそうです。よいしょ。さあ、速ファイブ打って、もうこれだけで強い。はい。さあ、墓石。これ単品ダクプリまで見えてます。いや、落ち着け。トリトンで、これ、ババを抑えてくれたら、ダクプリ回収できるんですよね。このためのダクプリ。さあ、ヤナアメ。多分、ヤナアメ5でさえ。まあ、ロケホ対策ですね。だからこそ生きてくるのが、このニコスコウモリ。
まあスケドラメガゴか、インドラいないので、まあまあ、まあ、ファイブザップ打たれたらさちょっときついやんってなるやん。そうなんで、まあ、それもまたね、そんなん知らんつってめっちゃ攻めちゃおう。ういさあフルカウンター来るけどと思いながらも、いやあんまり来ないカウンターが、熱い熱い熱い、しかもコウモリだけで守れるのめちゃくちゃコスパいいとか思ってたら、よいしょ、よしよし、で一瞬で一瞬だけでいいのにビリビリしてよっていう思いね。やめ、2発やめ、大理想アホやん、アホやん。いやーね、こうなるとちょっと嫌やんって話よ。まあでもこれは行った方がいいね、一本折らなきゃいけない。ああなるほどね、さあ確実にもう捨ててくるタイプですね、偉いね。まあ、俺はここ乗り越えたらもう限界突破サーカスの始まりとかない。いやババ使う、ビビったってことだよね、これ。そうもう止まらんくね、止まるんかな、これ。なんかやばい、俺もなんか行くのビビってる、やばいやばい、めっちゃロイジャー出すやつビビっとるやん。おい待って、ちょ待って、やだ、いやいつ行こう。待って、めっちゃビビっとるやん、やばい、普通にやばい、なんでいかんの、誰もが思うよね。いやタイミングをね見極めてんですよ、しっかりメガゴも吹っ飛びます。あーこれで行くんですよ、よし、なんか一番微妙なタイミングだったかもしれない、お願いそんなこと言わないで、よしよし、ザッピー、ロイジャー強い、ザッピー強い、よしこれもう一回行って墓石しよう、絶対止まんなか、ドストレート、あ危ねえ、うん、まあこういうね、でもやっぱファイブをねザッピーに打たれるとシンプルきついんですけど、セパるのがね大事ですね。はい、ナイス。さあ父さんやん、マジめちゃめちゃうまいプレイヤーですよ。さあということで、まあなんだかんだこのダクプリとかもね地味いい味出すんでね、ホグかドリルかみたいな感じ。さあめちゃめちゃホグ、よいしょ、なんかめっちゃ微妙なトリトンかなこれ、もしかして。さあまあまあ焦らず行こうか、こうホグライダーのダメージね、やっぱ序盤に受けちゃうとね後々しんどくなっちゃうんでね、一旦耐えです。でちゃっちゃキング起動したいね、あーやらしいな、なんか骨ついてるし、まあ、これはさすがにキング起動して、え嘘やん、キング起動して、やばいこれボムで全回収やばすぎ、キング起動できない流れが痛いの、いやーしっかりボム延命してね、まあ、でネクスト、これバケモンサイクルですか、もしかして俺の予想が正しければネクスト限界突破ロケコなんで、まあちょっと警戒してる感、あーもう全然出してこなかったな、おコウモリがうざそうで、文句これ固まっちゃうとウッドで金起動されるんで、いつ固まんの、いつ固まんので固まらない、
さあ、近畿できてないこのサイクルは、まあ、あんまよろしくないけど、結露しなきゃクララは始まんないんだ。おお、さすがに。ああ、クエイクウッドしばけね、うまいね。いやー、そっちじゃないトリトン、絶対どこ見てんなよ。あー、ちょっと待って、ウッド早かったっすね。いや、もうこっから強いんですよ、このデッキは。この文句がね、いや、結論だったかな。そう、こっからっすね、ほんとに。よしよし、マジで。え、めっちゃ入ってるやん、やばくね。ロケコの反射で1000ちょっと入ってる。やばし、マジ。これ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 が待ってたやつ。よし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 、ロケコの反射で勝っていくし、単純にダックフリも強いんで、延命されると、いや、うまいな延命。いや、でもでかい、ファイブっていいな。ロイが左もちょっとうざい。よし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 。さあ、いや、あぶねえ。序盤ほんとしばかれるんですけど、後半の文句が強すぎてなんとかなります。やばいね、気持ちいいね今のね。反射がね、なんだかんだ強いからね。まあ、文句になってザッピーコウモリになってる分、まあ、弱点としては、まあ、ロイジャイ界隈最弱まであるよね。うん。ファイボエレスピとかで、なんかザッピーも全部いかれるし、ダクプリも火力あるわけじゃないからっていうのはあります、はい。まあまあでも、ロイジャイ以外、え、マジでさ、この俺の、手札やばいよ。いや、危ねえ。危ねえ。ババア、ね、うわ、めっちゃハイブ落ちてー。で、あー、ババゴゴボレコウモリアイゴレフリーズホグです。ホグフリです。パッキン、え、ほんと見た。うざそう。いや、うざ。俺視点。いやー、ババガゴ群れ、早めにキング起動したいね。でもキング起動しようとするとフリーズ来てダメージ受けてキング起動できないんですよね、どうせね。っていうので、いやー、これ渋いな。文句ってフリーズされるとこいつマジで何もしないんですよ、ただの石ころになっちゃうんですよね。そうだから、うわー、むずこれ。なんかやだね、ものすごい。いやー、なんか一生セパしとけばいい、タミヤ。いや、固まっとくか、早めに。いやー、右側ね、トリトン残っとし。うわー、やばすぎこれ、絶対フリーズ。え、はい、あ、ううやばい。ババゴゴ群れ、もうセパセパセパデッキね。いやー、きつー、マジできついっす、これ。本気でか、これ全部フリーズでいかれるしね、無理やんっていう話よ。正解ないやん。あー、無理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 。いや、ちょっと耐えさせてほしい。以上、耐えてます、一応ね。あ、なんだ、無理やん。フリーズで気持ちよく降りたいんでしょうね。落ちなかったらおもろいけどね。
ああ無理です、はい、反射するもんね凍らされると何もできないし、反射するのもガブくらいしかない。でも今みたいなフリーズ、まああれは例外ですけどね、あの人しか使ってないからね、まあ、例外です、仕方ない。フリーズね、トリトンも文句もちょっと無能になっちゃうって感じだね。さあスケゴーストだと、まあロイかな。あでロイジャイ界隈最弱なんで、ファイボでザッピー飛んでみたいな。おブリザ、おおー、なんかんな、遊ぶな、おい何やってんのよ。さあまあドリラーね、インフェもあるし何でもあるけど、ちょっといっちゃおうか。ああインフェか、間に合わないか。ああ間に合わなかったね。でこれね、トルネある方とない方があるんですけど、トルネがない方だった場合はちょっとチャンスですよ、そのインフェの竹をコウモリで取れるんで。トルネがあると、まあ、だいぶ渋いよね。でトルネある方だとウォールブレイカーが入ってないですね。ウォールブレイカーいるかいないかで見極めていきたい、まあ、一旦ね。でロケコ今あれ何体目、インフも厄介ですけどね、文句の反射で頑張りたい。限界突破来たら即ファイブでもいい気もするし、いやーいいよ、単純にこれだけでさ。いやーまあさすけさす無理しないでおこうか、結論でいい気がする。うん、いやでもこれダックプリマジ強えな。あごめんなさい、強いんですけど。おっ、うわー相手のロケ同士打つまで遅っ、でかすぎいや遅すぎる今の、なんか救われたよね。さあコウモリと、まあ樽は取っておきたい気もしたけど、あこれ分かった、イーベの対処法真ん中ダクティス、これやばくね、天才か。限界突破滅ぼせ、やっちゃい、全部ぐちゃぐちゃにしちゃい。さあトルネ使ったらコウモリちょっときついんじゃない。いやーそんなことない、全然、いやー全然渋いな、マジか、全然渋かったっすね。まあ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 意外と悪くはない、でも正直焦らず行こうか。まあ端前ロケ困ってきそうだね、トルネ剥がしもあるよね。この攻めで単純にいいみたいな感じ。いやまあさすがに結論しないときついと思う。いやここっすね、いやいい、えめえよ相手のトルネがね。おうわー、なんかミスってる相手、いや攻めすぎてコストがないんだ。いやここの言うのを許容する男でいきます。痛い、真ん中ダックプル惜しかったけど、これ強くね。なんかめっちゃ適当でなんとかなりそうじゃない。いやもう一生真ん中からさ俺出してるだけ、いやなんとかなる、それが限界突破ロイジャイ。おい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 、そそ、いやめっちゃいいべ、一回結論にすればよかった。これ間に合わないサイクルだな、なんかデッキパワーを感じると。トルネがどっちに来るかよね。うい
いや、陸受け豊富。さあ、失敗。これもう、文句の反射で。はい。いや、文句強。なんか文句入れだけで、相手が戦いにくそうにしてるっす。さあ、ナイス。いや、インフェにもね、真ん中ダクプリか。真ん中ダクプリ、真ん中コウモリでインフェの竹取れます。熱っ。いや、でかいね。ファイボロイはね、やっぱインフェきついからね。そこに対して戦えるのはでかすぎる。ああ、このアラビアミミズの人はね、そうだね。それだよね。ちょっと、コスト使いすぎです。やばいです。新鋭隊、ギャングゴブリン吹き矢みたいな、ロケ子か、今は。これ、はしまい新鋭隊っすね。なんか、へんてこデッキです。はい。簡単に言うと。で、ギャングセパクル、みたいなね。いや、マジでへんてこデッキなんですけど、普通にきついよな。あ、俺、いや、でもザッピー強い、ザッピー強い、ザッピー強すぎる。ザッピー強い、よく耐えた、よく耐えた、よく耐えた、めっちゃでかい。さ、4ワードぐらい取られてて、だいぶ怪しい状況だったけど、ザッピーセパ最強。まあ、こういうちまちまデッキですね。で、ロケコかな。いや、めっちゃ行きたい。行ってみようかな。まあ悩んだクプリなんか範囲で。ああ、これ重いから、このデッキ序盤からそんなことするとめっちゃ苦しくなります。はい、気づきました。だからあんま攻めない方が良かったかもね。まあ一旦ここはまあなんとか耐えていく。おお、でもだいぶダメージ入っとるやん。だいぶダメージ入ってる。いや、これ最後結局守ったカウンターの端前にね、ダクプリとかザッピーとかが残ってて、端前文句ポイで固まれば多分強いから、ここ無理せず行きたいよね。相手の呪文がね、ファイボかポイズンかやらめかみたいな感じで、ファイボだったら飛んできそう。さあ、ローキック来る。反射してあげて、さよならして。あー、なんか洒落てる感じの攻め来るよね。ゆっくりね。いやー、ネクストこの次ぐらいかな。化け物よしよし、キング起動、化け物ロキコネクスト。文句出して、これマジ後ろからゆっくりとことこ風しくんだよ。勝てそう、絶対きつい相手。いやー、マジそれしかせんや。もう許容の、いってらっしゃい。やめろ、溶けるな。戦え、ロイジャイ。いや、しかも、誰か竹取ってる。もう一発、よいしょー。すげえ、気持ちよすぎっていうね。いやー、だいぶ強いんですよね。このモンクダックプリがいい味出してるところでツーリストです。はい、よろしく。海外モサですね。あー、人技か。まあドリルか人技かって感じかな。まあ、ちなみにペッカ工場で世界一フィニッシュをしている化け物なので、まあ人技デッキがうまいで、まあ一応そんな顔をしてる今んとこ。もういっか。めちゃめちゃ神宮前で、レイジ神器使ってたな。レイジか。ああ、いや違う、ドリルだこれ。ケジ13なんかい。インフェじゃなくてボムだったらこれはまた幸せですけどね。いやー、いいユーノダッシュ。ロケコでしたよね。まあ5打って良さそう。
後半になればなるほど正直俺の方が有利になると思ってるんで、序盤ねゆっくりしてくれるのは俺からしたらありがたくて、無理しなくていい。ダックプリアンのやばいな、マジドリル受け強すぎる。こっち来そう。いやーいいね。まあ、これはキング起動されちゃうかもなんで固まってないんですけど、いやーでも文句普通に砂食いで強。いやだいぶ流れいいぞ。ただただ文句がはなんか突っ張りして勝ってる。まあ負け筋はまた限界突破ロックなんですけど、突っ張りないときは高め警戒か速ファイブね。結論してもよかったか今。ああ一応ね、浮きそう一応ね。ああこれあれだ、もう一発。そうだよね、でも嘘あ嘘って言うとし終わる、マジ終わる。吐きそうごめんなさい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 。あえぐいてそれ。もうなんか範囲でいい感じに反射して、よし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 さあ、というわけでこちら端前文句出していけば何とかなるデッキね。はい、めっちゃ強いんで皆さんもやってみてください。では、お疲れちゃんです。またね。